やばい。明日彼女家に来るのにめちゃくちゃ部屋汚い。まあでも、等身大の小沢優太を発信するというね、そういったチャンネルでございますから、僕は登録者が増えて、インスタグラムのフォロワーが30万、40万、そんぐらい増えたとしても、いつも通りの汚い写真っていうのを投稿したいなというふうに思っている。まあ YouTuber ってさ、人気になれば人気になるほどオシャンティーな写真出してくじゃんね。あれってさ、企業にこの服着てくださいって案件もらって、それを着て写真撮ってお金もらってるわけよ。汚いなっていうふうに思うよ。まあだけど、企業さんが、小沢優太さん、この服着て宣伝してくれませんかって言うなら、やってやってもいいかなみたいな。すいすい。最近ずっとね、キープされる女子の特徴とか、都合良くなる女子の特徴とか、そういったものばっかね、発信してきたので、今日は男から愛され続ける女子の特徴ということでね、皆さんからアンケート集めてきました。愛されるっていうことは追われる女性ですね。参考にしていってください。超美人、あんま男子と話さん、後輩に人気。あんま男子と話さない美人って、俺そんなにモテないと思うんだよね。なんでかっていうと、あんま男子と話さないからこそ、男子のことが苦手なんだ、この人はって思って近づきがたいっていうところがあるから、ただこの後輩に人気っていうのがね、またモテる部分だと思う。同学年の男子とはそんなに話さないのに部活の後輩とは話しますよみたいな、同じ部活とかやってるならそういうことあるかもしれないけどさ、これ多分男の子共感してくれると思うけどさ、後輩の男に同学年の美人持ってかれるってすげえ嫌じゃない？うわ負けたって思わない？年下に。だから俺普通に嫌いなんだよね、後輩男子がよ。どんどん垢抜けてる可愛い女子、わかるー。高校1年生の頃に本当にザ芋みたいな女の子がいたのね。そもそも知名度がないっていうのもあるんだけど、その子と同じクラスの男子とかはやっぱ見下すわけじゃん。見下すって言い方悪いな。恋愛対象には絶対入れないじゃんね。だからそんなにいい対応とかしてこなかったんだよ。長期休み中に可愛くなったのか知んないけど、高2になった瞬間にくっそ垢抜けて、みんな度肝抜かれてさ、そっから男子の対応っていうのが180度変わったんだけど、でもその女の子っていうのは多分今までの男子たちの扱いっていうのに怒りを覚えてたのか、そういう男子に一切答えなかったんだよ。そんでもって同じ部活の後輩と付き合ってんの。出たよ後輩。その男の子のためにずっと努力する子、これは違う気がするな。努力する子はモテるって確かにそうなんだよ。で、努力する人は追われるとかそういうのもそうだと思うんだけど、これって努力の対象によって変わってくると思ってる。一人の男子のために努力してますよっていう人はこれね、追われない。じゃあどういう努力をしてる女の子がモテたりとか追われるのかっていう話をするんだけど、それはやっぱ自分のために努力してる人。好きな男子がムチムチが好きって言ってたから痩せるのをやめるとかじゃなくて、私が痩せたいから痩せるみたいなね、そういう風に自分の芯を持ってる人っていうのはかっこいいじゃんっていうので、男の憧れの存在とかにもなったりとかするわけよ。好きな人のために努力するとかそういうのってめちゃめちゃ素敵なことなんだけど、他人よりもまずは自分みたいなところをね、優先してほしいよね。こっちが知りてえよ、今教えてんじゃん、全部を見せない。俺はさ、追われる男かって言われたら絶対そんなことないんだけどさ、異性と関わったりとかすると嬉しいじゃんね。だから何か質問をされた時にペラ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 喋っちゃうんだよ。だって嬉しいんだもん。だけどモテる人っていうのはそこでペラペラ喋りそうになってもブレーキをかけられるのよ。何か質問されてペラ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 、それでめっちゃいいところで会話を終わらせるのよね。だからさ、質問した側はこれから先どうなるのとか、もっともっとあなたのこと知りたいんだけど状態になってるわけじゃん。昔のことをいい思い出だって言える女の子。あー、元彼を愚痴っちゃうとかそういう女子は追われないみたいなね。いや本当にそうだと思うよ。女の子は彼氏ができたら彼氏に元カノの愚痴を言ってほしいみたいな、それによって安心するっていうことがあるんだけど、男はねそんなことなくて、まあ人によると思うんだけど、彼女の元彼の話をされてぐち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 言われたとしても別に嬉しくないというか、この子結構口悪いなって逆にそういうことを思っちゃう人がいる。まあ一番はね、そもそも元彼の話とかそんなん出さないこと。だから元彼とのいい思い出だったとかじゃなくて、そもそもその話をすんなっちゅうことなんですよね。どんだけ可愛くても男が浮気する。うーわ出た、俺こういう系いっちゃん嫌い。男は浮気する生き物でしょ。どんだけ可愛くても男は浮気するんでしょ。だって私がこんなに可愛いのに浮気されたから、うせぶ。男ばかりが浮気すると思うな。こういうことをするから男女のこの俺が代わりに謝る、ごめん。ちゃい、飴とムチがうまい。これは依存じゃない？飴とムチを使い分けるのはさ、確かに依存しちゃうよ。だけど、いい依存ではないし、愛されるとかじゃないんだよな。まずさ、飴を与えられるじゃん。嬉しいなってなって、その後にムチを打たれるじゃんね。そして、また飴を与えられると、あのムチって何なんだろうとか、いろいろ考えちゃって、その考えた時間っていうのがコストになっちゃうの。だから結局、別れた方がいいんじゃないのかって周りに言われたとしても、ここまで考えたし、ここまで時間使ったから、別れるのってもったいないよねって無意識に思っちゃって、なかなか別れないみたいなことがあったりとかするから、これは愛され続けるとかじゃないんだよ。その人を縛りつける行動だと思うんだよね。飴とムチはね、マジでラブホの中だけにして。あーすいません。
常に進化する可愛さ。付き合った時にさ、自分磨きとか怠る女の子とかっているじゃん。男でもそうじゃんね。釣った魚に餌をやらないというか、付き合った瞬間にどんどん太っていくみたいなね。俺の友達の彼女とかもそうだったらしいんだよ。付き合う前とかはすげえ可愛かったんだけど、付き合った瞬間にどんどん太っていくみたいなね。そういったところがあったらしくて、やっぱこれは男萎えるよ。言い方すごく悪いけど、努力を怠ってる女の子に限って浮気されちゃう。まあもちろんさ、浮気するぐらいだったら別れよっていう風に言えよって思うのは確かで、俺もその通りだと思うんだけど、でもまあそういうのは一旦置いといて、やっぱ付き合う前は努力してくれたのに、さっき言った男の子のために努力してたわけだから、付き合えた瞬間にゴールテープ切っちゃって、もうやめたってなっちゃうみたいなね。そういう女の子はね、やっぱ冷めるわ普通にな。だって他にさ、彼氏のために可愛くなってますっていう女の子っているわけじゃん。そっちの方がいいって思うに決まってるじゃんね。だからやっぱね、男の子のためにとは言わない。とにかく自分のために努力するっていうことをねしてほしい。よく男のために努力してねえよっていう人いるんだけど、それでいいんですけど、お前ら自分のために努力しろ。もっともっと自分を大切に、そして自分を大切にできてる人は誰かを愛することができる。お後がよろしいようで、どうもヤリチンの、可愛くておっぱいでかい子好き。愛され続ける特徴とかじゃないと思うんすよ。だけど好き。あざとい女の子、男に BK させる回数が多い。確かにね、付き合う前も付き合った後もどっちもそうだと思うんだけど、やらないんだよ。なんならボディタッチもさせないんだけど、でも私は彼氏ができたらそういうことをめちゃめちゃするんだよねとか、そういった発言ができる女の子って、この子と付き合うことができたらすごい盛り上がるんじゃないのかとか、いろいろ想像するんだよ。そういうの上手い女の子っているよね。だからさ、男の子もへーそうなんだってこうやって話を聞く素振りを見せてめっちゃ BK してるから。ちなみに BKBK って僕動画で言うじゃないですか。この前小学6年生からガチで BK した自分の息子の写真をインスタグラムの DM で送られてきました。すっごかったマジで。よくさ、裏垢女子とかが変なおじさんから自分のあそこを写真で送られてくるみたいな、そういった経験があるって話を聞いてたわけね。俺その時に、うわこんな気持ちなのかと、なんだこの気持ち悪いものはみたいな。しかもそれが小6っていうのがさ、すげえ気持ち悪いなと思って、まあその小学6年生はしっかりとブロックさせていただいたんだけど、俺ね、何が気に食わなかったって、めっちゃ綺麗でめっちゃでかいのよ。小6がそんなもん携えちゃいけねえだろうっていう。この動画を見てる方で小沢優太に自分のデリケートゾーンを晒そうと思った方がいるならば、すぐにしまえ。お前らマジでブロックするからな。おっぱいわか、束縛がない。確かにね、束縛しちゃう女の子ってね、全然愛されないよね。愛されてる実感はあるんだよ。例えばさ、異性絡みを制限したりとか、 LINE の異性全員消してとか、そういうこと言うじゃん。男の子側は LINE の異性っていうのを消すじゃんね。その瞬間に私愛されてる、愛されてるからこの人は消してくれたんだって思うんだけど、違うんだよ。愛されてるんじゃなくて怖いから消したんだよね、あれって。束縛はやっぱし良くない。中学生とかそのぐらいの年代の時はいろいろ不安で束縛とかね、よくするみたいなのもあると思うけど、大人になったらもうやめよ。お前はどこのワンちゃんにもあげない、絶対に小沢家だけにいるんだ。お前は嫁になんか渡さない。告白されて振られて、でも次の日にはめっちゃ好きって言われてやり直したのに、女作られて振られた。愛され続けられる女子の特徴だと思って読んでみたら、ただの愚痴ね。だけどな、一つ言わせていただこう。そいつはクズだ。いろいろそいつと付き合ってく中で、あのクズってこういった部分あったよなとか、いろいろ思うところあったと思うんですよね。それを次の男に当てはめてってくれっていうような学びとしてね、捉えてくれ。クズに引っかかった人にしかわからない気持ちっていうのはあるから、君が次はクズに引っかかった人たちを守る番だという、そんなようなことを言っておきますね。女ですけど、見た目に程よく気使ってて性格がさっぱりしてる子。なるほどね。確かにめちゃめちゃメンタルが弱いとか、そういう女の子よりかは、まあ別にいっかみたいな風に思える女の子の方が愛されるイメージ、それは間違いない。今の女性 YouTuber ってみんなサバサバしてるじゃんね。みんなは言い過ぎか、でもサバサバしてる人が多いじゃん。だからね、真似しちゃダメだぞ。あれは視聴者に面白さを提供するためのキャラ作りみたいなところがある。俺だってそうだよ。みんなに対してさ、雑な部分みたいの見してるけど、別にそこまで日常生活雑じゃないから、数字のためにやってる。視聴サバサバ系女子って普通にうざいから、男からしたらね。だからね、やっぱ等身大の自分でいるのが一番だよ。完璧じゃない子、わかる。愛され続ける人とかってやっぱさ、自分磨きするっていうイメージが強いから、完璧になろうとする女の子いるんだけど、これはマジで違う。パパウエ結構モテるんだよね。そんなパパウエの名言が一つあって、俺がね、高校生の時に完璧主義者を目指そうとしてて、欠点をなくしたいんだみたいなことを言ったら、パパウエが運転しながら、バカ野郎、欠点がないことが欠点だよっていう風に言ってきたのね。俺すっごいそれが身に染みて、確かにさ、自分が何かを教える側に立った時、何でもかんでもできちゃう子よりも、できない子の方がさ、いろいろ教えたくなって愛情注ぎたくなるんだよね。この違いだと思うんだよ。だから僕はね、今自分の部屋にね、こんな風に洗濯物が置いてあったりとかしてますけれども、僕はこれ全部愛される一つの要因だと思ってます。
一途にならない。一人の男の子を数年間追ってますよっていう人ってさ、確かに聞こえはいいんだよ。すごく素敵だなって思うんだけど、それは数年間結果出せてないことだからね、みたいな、そういった事実にも繋がってくるじゃんね。だから、一途すぎるっていうのは良くないんだよね。一番良くないのは一途を自慢すること。いやでも待って、こういう発言するとまた TikTok 民に怒られちゃう。俺さ、この前動画を切り抜いて、そこの部分に、ごめんなさい、こういう意味で言ってるので勘違いしないでくださいね、怒らないでくださいねって言って投稿したんだよ。これでさすがに怒られないだろうと思って、その動画バズってたんだよね。お、いいぞと思ってね、見てみたらくっそ叩かれてた。また炎上しちゃった。小沢優太を見て自分を変えようと努力する人、つまり登録者全員。そんなことないけどな。尽くしすぎたら絶対離れないって思われて雑に扱われそう。実際にある。やっぱ俺もさ、恋愛していく中ですごく尽くしてくれた女の子がいるんだけど、どうしてもね、安心しちゃう。いや、これ男の悪い部分だと思うけどさ、女の子でもあると思うんだよっていうので、やってあげるっていうのは良くないよね。何か手伝ってあげるとかだったらいいと思うんだけど、みんなもさ、100% 尽くしちゃうみたいな、そういった気持ち超わかるよ。俺だってさ、最近車持ったじゃんね。例えばだけどさ、彼女にどこどこ連れてってとか、迎え来てとか、そんなようなこと言われたら俺、秒で行くもんね、遠距離なのに。いうくらいさ、めちゃくちゃ尽くしちゃう気持ちわかる。だって好きなんだもん。だけどあんま良くなかったりとかするらしいよ。まあ俺それでも行くけどね。ゆうたくん、買った車紹介してください。買った車本当にね、 YouTube じゃなかったとしても Instagram とかに乗っけようとか思ったんだよ。で一回さ、ストーリーに乗っけてみたんだよね、買った車を。そしたらね、結構怒られた。やっぱそういうの良くないと思う人いるらしいのよ。車の紹介はちょっと今のところする予定がない。まあそんなの無視しろっていう意見もあると思うんだけどね。気持ちもわからなくないんだよな、そういうひねくれた子たちの考えっていうのも。昔俺もそういうこと思ってたからさ、なかなか難しい。レクサス NX。愛嬌絶対に大切だと思います。いや、そうだよ。マジで大切だよ。例えば自分が黒髪だったとするじゃん。話してる男の子が、茶髪好きなんだよねって言った時に、へぇ、茶髪好きなんだ。じゃあ変えてみようかな。嘘だよ。とか、そういったあざとさ、この愛嬌だよね。そんなんされたらさ、普通に嬉しいじゃん。だからもう、思わせぶりだと思われるかもしれないんだけど、別に好きな人に対しては思わせぶりしていいんだよ。だって好きなんだもん。思わせぶりじゃないんだもん。思ってるんだから。だから、好きな人に対してそういうようなことどんどんやってってみんな。で、それに対して、何この女子キモって思う男がキモいんだ。だからどんどん自分に自信を持って突き進め、お前ら。控えめに言って私ですね。はい、それな。趣味とかには口出ししないような子。男って一人の時間をめちゃめちゃ大切にするんだよね。女の子はどちらかというとさ、自由な時間ができたから恋をしようとか、そういう思考になるけど、男って自由な時間ができたら恋とかそういったカロリーを使うようなことってしないんだよね。男友達とかゲームとかそっち側に行っちゃうと。女の子からしたらさ、友達と遊ぶ時間があるなら私と遊べよみたいなこと思うでしょ。だけど、異性だから付き合ってたとしても、どうしても彼女と一緒にいると疲れちゃうっていうところは出てくるんだよ。これは悪い意味とかじゃなくて、絶対そうなるんだよ。ってなった時に、もちろん空いた時間全部友達に使うっていうのは、おいおい彼女のことほったらかしすぎじゃねって思うけど、 100% 自分に使えって言ってる女の子はそれはそれで男の子かわいそうだなって思っちゃう。追われない女性っていうのはそこでハマってとか言っちゃうもん。いや俺言ってたよ昔。いや言うのいいんだよ、たまにならいいんだけどね。頻繁に言われると男疲れちゃうから。男に愛されるにはとか言うけど、女ばっかり努力するんじゃなくて男も愛し続ける努力しろって思います。確かにそうだと思うわ。それはね必要だわ。愛し続ける努力が何があるだろう。俺は結構毎日日記書いてるから、彼女とデートした時にこんなことが楽しかったとかそういうのは結構ね書いたりとかする。で実際にね紙に書き出すとその人のことを愛し続けるみたいな、そういった研究結果が出てるんで、これを見てる男子もね、彼女ができたら日記に彼女のことを書きまくってくれればいいと思うけど、まあそうね、お互い様だな。ここに関していろいろ言うとめちゃくちゃ TikTok 民に怒られそうなので、この辺でストップ。俺の YouTube 生活 TikTok 民の言いなりじゃねえか。てか愛されるとモテるってなゆか違うよね。文法うんこすね。恋愛の優先順位が低く依存しない。これもさ、さっき言った自分のために努力するとかそういった部分に直結してくると思うんだけど、第一優先が恋愛の子たちっているじゃん。ああいう子たちってめっちゃ浮気するんだよ。なぜかというと、第一優先が恋愛だから、彼氏とか彼女が自分に対して構ってくれないとか愛情を注いでくれないってなった時に寂しいなって思うわけ。第一優先が恋愛なんだから、この寂しさを埋めるのって恋愛しかないわけじゃんね。例えばこの第一優先が仕事だったりとかすると、第二優先の恋愛でぽっかり開いた穴を仕事で埋められたりとかするから。だけど第一優先が恋愛だからこそ、他の男行こう、他の女行こうってなっちゃう人がいるんだって。これをなんか不足原理って言うんだけど、そういうことにならないように皆さんも第一優先ね、見つけてほしいなと思います。そんなにすぐに恋愛以外の第一優先なんて見つけられないと思うので、とりあえず小沢優太を第一優先にして僕が生ライブした時にスパチャください。スクショタイム 3,2,1 スクショ。
きな人に今年の花火大会一緒に行こうと言ったら場所によるって言われました。だる、何そいつ、モテねえだろうなその男。いやでも実際君がその人のこと好きだからモテてんのか。やだわ、花火大会一緒に行こうって言われて場所による、言えねえわそんなこと。これだから嫌なんだよモテてるやつはよ。どうせあれだろ、他の女の子からも誘われてるから君のことちょっとは無限に扱ってもいいと思ってんだろその男はよ。やっぱ小沢優太ってブスだね。